福岡支部から武井奈美選手にお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや5月はヴィーナスでね、はい、優勝されて、はい、再びと、はい、いうことになりますけれども、そのあたりはこうアドバンテージはまだね、元も引いてないですけどね。そうですね、まあ、同じエンジン引いたら、はい、まあ、あのいいイメージはあるんですけど、はい、まあ、エンジンいっぱいあるので、まあ、それはまたリセットしてやり直しと思います、はい、やっぱりじゃあできればあのモーター引きたいなというお気持ちはありますか。そうですね、はい、じゃあこれなんかこう中性の時とかでなんか弦を担いだりとかあるんですか。はい、特にないです。あ、そうなんですね、はい、マスク素敵なマスクですね。これ寺田さんがくれました。そうなんですよ、はい、なんかこう柄もね素敵ですね、はいはい、あの以前ねあのそのヴィーナスの時にもお話を伺いましたけれども、はい、お家でねトレーニングなさってると、はい、いうことですけれども、はい、最近はいかがですか。そうですね、前日あ前そうですね、はい、ヨガに行って、うん、ちょっと汗かいてきましたけど、はい、もっと頑張ります。はい、もうバッチリ整った感じですかね。そうですね、意外と体はリフレッシュできてます、はい、そうですか。夏はお好きですか。海は好きなんですけど、はい、暑いのは好きじゃないです。あ、そうなんですね、はい、夏場で夏バテ対策とかその暑さ対策とかは。そうですね、そちらの方が心配です。あ、はい、そうなんですね、はい、なんかいつもこうレース場とかではなんか夏場気をつけてることとかあるんですか。いっぱい食べてよく寝ることです。大事ですよね、はいはあ、さあいよいよねレディースチャンピオンの始まります、はい、最後にファンの皆様にメッセージお願いいたします。はい、いっそいっそ気負わずに一着目指して走りますので応援してください。それでは最後にドチャンコポーズお願いしたいと思います、はい、せーのドチャンコ。はい、兵庫支部から中谷智子選手にお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。お願いします。以前ね別のレース場でお会いした時に、はいはい、この番組見ていてくださったと。あ、そうなんです、はい、ね、はい、本当にありがとうございます。すごいテンション高くて楽しそうだなと思って見てました。ということでも今回中谷選手で、ね、お越しいただけるということで、はい、待ってました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます、はい、昨年のねオールレディースでこの玉川でもね、はい、優勝されましたけれども、はい、玉川の印象いかがですか。もう大好きになりました。 ありがとうございます、はい、はい、最近はねちょっとなかなか外に出られない時期ありますけれどもね、はい、中谷先生お休みの日はどんなことなさってるんですか。ちょっと最近膝の調子が悪かったんで、もっぱら治療中で、まあ、ウォーキング程度に 外に出るぐらいで、あと治療したりとかそんな感じ、はい、そうですか、はい、じゃあこう治療して、はい、万全の体制で出られたっていう感じですかね、はい、そうですね、はい、そのちょっとこう膝など痛める前というのは趣味とかは。趣味、でも特にないんですけど、ポケモンするとかそんななんか携帯でゲームしてるぐらいですね、はい、じゃあ歩きながらゲットして、はいはい、なんかここもなんか珍しいの生き物が出るらしいんですよ。あ、そうなんですか、はい、もし5回の際に見つけたら、はい、よろしくお願いしたいと思います、はいはい、ではねちょっとコースはなかなかね、はい、他の入場制限ということで、はい、なんかファンの皆さんもね見られる機会が少ないと思いますけれども。そうですね、はい、ファンの皆様にメッセージいただければと思います、はい、そうですね、画面でも伝わるように精一杯レースしますので応援のほどよろしくお願いします。それでは最後にドチャンコポーズをお願いしたいと思います、はい、せーのドチャンコ。はい、福岡支部から藤崎さゆり選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあいよいよねレディースチャンピオンということですけれども、はい、こう気合のほどはいかがですか。あ、入ってます。入ってますか、はい、まあ、ここまでねちょっと九州の方は雨でちょっと、ね、大雨の影響とかも大変でしたけれども、はい、そうですね、大丈夫でしたか。はい、大丈夫です。そうですか、はい、お家では、はい、どんなことなさってたんですか。あ、もうゆっくり過ごしてました。ゆっくりしてましたか、はい、レースに向けてもじゃあじっくり充電できた感じですか。はい、そうです。なんかこう趣味とかお料理とかなさったりするんですか。はもう料理は簡単なのしかしないです。例えばどんなの作りになるんですか。普通にもうカレーとかそういうのばかりですね。いいですね。カレーは何カレーなんですか。何派ですか。チキンとかポークとかいう。豚だったり牛だったり、うん、その時によっていろいろ、はい、そうですね、はい、カレーは辛口派ですか甘口派ですか。あ、中辛です。あ、中辛で、ちょっと間のところで、はい、じゃあそこまであんまり辛いのは得意ではない感じ。そうですね、はい、そうなんですね、はい、まあ、ちょっとこうちょっと辛味をつけ食べてね暑さにも、はい、
ね、対策したいですよね。はい、あの藤崎選手はこの夏とかは暑さ対策とかはどんなことなさるんですか。はい、暑さ対策、水分たくさん取るですかね。水分たくさん取って、はい、そうなんですね。はい、あ、でも特別でこう夏だから何かするというわけじゃなく、ないです。はい、もうじゃあもうレースで暑さにも慣れてる感じですか。はい、あ、そうですね。はい、暑いのと寒いのどっちがお好きですか、個人的には。あ、まだ暑い方がそうですか。はい、じゃあこれから藤崎選手の季節ですね。はい、そうですね。はい、はい、今節も、ね、楽しみにしています。はい、最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。じゃあ最後にどちゃんこもお願いしたいと思います。はい、せーの、どちゃんこはい、福岡支部から深川真奈美選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。なんとなく前回5月も、ね、お越しいただきましたけど、はいはい、やりました。思い出しました。はい、やりました、ありました。はい、その先生お世話になりまして、はいはい、ありがとうございました。 ありがとうございます。あの今回は、ね、レディースチャンピオンということですけれども、はい、お気持ちのほどはいかがですか。そうですね、多摩川大好きなんで、はい、ワクワクしながら来ました。はい、ありがとうございます。はい、今節はあの同期の選手も4選手と、はい、いうことですけれども、ね、いかがですか。はい、そうですね、あのいつも何かと私があの大きな舞台でいなかったので、あのこうやって参加できるのは本当にとても嬉しいです。はい、なんかこう事前にいろいろなんかお話とかなさったことあったんですか。そうですね、なんかやっぱみんなで頑張ろうみたいな、そんな感じです。はい、やっぱ頼もしいですよね、同期たくさんいる。そうですね、はい、もう頼もしい同期がいっぱいいるんで、はい、はい、心強いですね。前節、前回来られた時もね、輸出もされましたしね。はい、はい、楽しみにしてます。はい、そうですね。あの、はい、今ね来られた時あのちょっと私服でね皆さんいらっしゃるんですけど、はい、夏らしいバッグをお持ちになってましたけれども、はい、ね、はい、夏はやっぱりファッションはいろいろ。そうですね、服はちょっとやっぱシャツとかはちょっと夏は買っちゃいます、ついつい。はい、最近はなんかお買い物、まあね、外ではなかなか、ね、できないと思いますけれども。はい、やっぱそうですね、ネットショッピングとかします。うん、はい、そうです。なんかおすすめは何かありますか。おすすめですか。おすすめ、なんだろう、最近買ったもの。最近ネットショッピングで買ったものですか。はい、何ですかね、クーラー買いました。ちっちゃいクーラー。ちっちゃいクーラー。はい、ちっちゃいクーラー、卓上クーラーみたいのを買いました。じゃマスクしてるから、ね、苦しいですもん。そうですね。じゃあプロペラ叩くときとかにも使えたりするんですかね。あ、なんかいや家の、なんかクーラーつけれない部屋とかに置くクーラーを買いました。はい、便利グッズをね買われたりして、はい、ネイルがすごく素敵だなって今ちょっと。ありがとうございます。ね、はい、マーブルみたいな感じですか、ネイル。見せていただいてもいいですか。あ、ね、あ、はい、あのちょっと。なんかちょっと水彩的な、ね、素敵、ちょっとね、はい、夏っぽい色なのかもあってね、はい、夏っぽくしてみました。やっぱりね、手元もね美しく、はい、すいません、はい、よく言うようなことが書いちゃいましたけどもさあ、それではね、あの最後に、まあ、画面で見てらっしゃる方がね、あの今回ほとんどだと思うので、はい、ファンの皆様にメッセージいただいていいですか。はい、はい、この大舞台で少しでもあの恩返しができるよう、いっそいっそ全力で感謝の気持ちを込めて走ります。応援よろしくお願いします。では最後にどちゃんこポーズもお願いしたいと思います。はい、せーの、どちゃんこ